パパ活女子と今から僕ご飯行くんですよ。金にがめついそのパパ活女子とご飯割り勘してみた、はい、これちょっとやっていただきます。年収とかってどれぐらい稼がれてる？年収聞きます？あって3分のお供に年収聞きます？ 24,145 円のところ割り切れないですね。点5銭なんで。あ、ここって私も払う感じなんですか？はい、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 私キャバクラもう5年以上続いてるんですよっていうやつ、逆に将来心配、よろしくお願いします。逆に心配やん、逆に心配っすね、それどっぷりやんか自分。っていう感じですけどね、いかがなんでしょうか。ということで、はい、決めてきたんですが、はい、久しぶりに僕新居、実はこれ新居で分かりにくいんですけど、はい、新居の撮影部屋からのオープニングでまたこれ部屋紹介みたいなサブチャンネルでやっていきたいんですけど、はい、今日また突っ込んだ企画で、久しぶりにメインチャンネルやけどちょっと女性のいやらしい感じじゃないですか。そうですね、もうちょっと闇に迫るみたいな動画で、はいはいはい、ここもうタッグ組んだらえびつないから。絶対言えないやつこんなんしないですか。君久しぶりに仮面かぶっとるから。久しぶりです。今気づいたら恥ずかしい。って言ってたんですよ。今日なんですけど、僕ね、ちょっと思ってたんですよ。パパ活女子っているでしょ。ああ、いますね。パパ活、はい、まあ。いわゆる港区、東京の港区ってのがあるんですが、はい、港区に住んでる女子の港区女子っていうんですかね。港区のお金持ちを食い物にして、はい、パパ活みたいな月横綱いろいろもらって、はいはい、それをなりわいにして生活してる。まあ、はいはい、要は、やらしい形で体を打ってというか、気持ちでないところで、だから相手 お父さんだったりするわけでしょ。ああ、そうですね。のパパから来てますから、はい、パパ活女子っていうのは、それは港区女子に言ったりするんですけど、はい、そのパパ活女子って、まあそういうものなんです。もう説明いらないでしょ、わかるでしょ。多分しますよね。はい、パパ活女子と今から僕ご飯行くんですよ。あ、おそらくパパ活してるかなっていう。おそらくあのグレーですか。はい、 SNS で僕募集したんですね。いろいろ DM とかめっちゃ来るんで、そのうちこいつ完全に俺のこと金目当てで、気持ちじゃラファエルじゃなくて金持ってるのを着てる感じ、はい、だから月契約でいくらとか、一回会うのにいくら、はいはい、もう10万か20万なんですって。で、パパいますみたいな、なんかそんな感じのなんか LINE いろいろやりながら、はい、じゃあ今度ちょっとご飯しましょうか、うん、みたいな。向こうは完全にパパ活でパパにするつもりなんですよ。で、その1回のご飯でもそれだけで何万もらうつもりなんですよね。あ、でそのやったらその日そのままゴール決めて10万とか20万もらうつもりなんですよ、はいはいはい、それがパパ活の携帯スポットだったりなんか月契約だったり、おそらくそういうことやってる子なんです、今から会う子。で、撮影は言ってないんですけど、じゃあご飯行きましょうみたいな、はい、まあまずは一旦話したいです、僕もそういうの初めてなんで、みたいなこと言いながら、で、なんとなくモヤモヤしたまま、はっきりしたこと言わんまま会うんですけど、はいはい、まあ、それでですね、そのパパ活女子を金にがめつい女子とも言うわけじゃないですか、はい、金にがめついそのパパ活女子と、はい、ご飯割り勘してみた、これちょっとやっていただきます。これめっちゃおもろいでしょ。いきなり割り勘ってやつですか。いきなり割り勘です、いきなり。今日ご飯行って割り勘です。いきなり、あ、ラファエロって言ってます一応。あ、はい、いきなり割り勘です。その時のパパ活女子の、え、でも文句は言えないでしょ。確かにね、別に普通じゃないですか、それは。まあ普通っちゃ普通ですよね。普通ですよ、はいはいはい、まあ年齢こそね、僕がちょっと上かもしんないです、彼女のプロフィールが本当であれば。でもそれって怒れないでしょ。その時のこの金にがめついやつの1万2万のものを割り勘させられる時のこの屈辱な感じ、あー、こらーっていうの言いたいんです僕は。おいと、お前も井戸を作れと、俺はそういうこと言いたいんですよ。そういう、言いたいです、僕はそういうこと。ああ、確かにね、うん、その、しかもそれ、最後まで分かんないですよ、女の人柄が。さんざん食って、これも食べたい、あれも食べたいみたいな、あれも食べたいよ、全然、パパ活どんな感じなんですか。彼女はおそらくパパ活やってるんだろうと、もう話、トークしながら隠しながら知ってるんで、これ間違いなく黒やなってなったら、はい、俺もそういうやつ許さないんで。僕ね、これキャラですけど、パパ活なんかもちろんしてないですよ。っていうか、ママ活してます。ママ活してます、僕。むしろ。バスバス切っていこうよ。確かに、夜直し、結構いいですか。港区に邪魔なんだよ。いらないでしょ、そんなやつ。面白いです。世直しですよ。それはいいですね。ジョルもギャフンと言わせていくって、うん、これはもう世のためにやってますから。娘さんパパ活やってます。お父さん、私が世直しします、今から。おお、あなたの娘さんを、お、今から、だから金くれ俺に。はい、ということでやってました。今からちょっといきますけどね。よろしくお願いします。はい。これでスタートにしたい。はい、よろしくお願いしますということで、私ちょっと突っ込んだ企画ではあるんですけど、はい、あくまでもこれ僕はもうオープニングでね、散々一応確認しますけど、はい、僕は具体的なこと彼女に何も言ってないんですよ、はい、僕はどういうの探してる、で彼女も私どういうことしたいで会うってこともないです、はいはいはい、で、まあ、あくまでも一応パパ活女子の割り勘にしてみた結果ですけど、はい、金にがめつい女と割り勘してみた結果っていうだけの動画で、まあ、そうです。パパ活してるとは本人一言も言ってないですから。確かに今現状パパが言うとは言ってましたけど、はい、一応そういうことで言ってますから、まあまあまあ、はい、で、まあ、モザイク処理ということでやってますので、はい、出てって。出てきますけど、もちろん出てきますけど、でだから、はい、ここも俺のトークべしゃくるって任せてください。俺のべしゃくり、どん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 言い踏んでんから。パパ活女子どんどん言い踏んでんから。俺任せてそれは。
もう言ってくるんで、あ、出てきました。だから始めまして、で僕も一応ラファエルって言ってるってことね、はいはいはい、言ってますから。あ、そうですね。でまあ寄ってきますよね、ラファさんにはパパ活女子が。そう、悲しいかな。はい、太客という、太客でみたいですみたいな。懐が大きいんでね。どういう意味じゃないやろ。顔踏んだろか。ゴミくずのように顔踏んだろか。ということでね、まとまっていくだけですから、最終だから気まず怒るんでしょ、どうせ。でも割り勘せえへんだけど怒られるって どうなんですか、そういうのあります。そうです、目的によります。そのね、いわゆるね、最後まで行為が終わった後で明らかにそのつもりな前提やったのに、なんとなく金額みたいな話もあって、で払えへんっていうのは分かりますけど、はいはいはい、割り勘ご飯ですから。何がっていう態度ですよ、僕は。まあ確かに悪いことしてないですよね。で、まあ、金にがみつ女はどういうふうに来るんかっていうことですから、ただそれだけですよ。あ、そうですね、確かに。まあまあ、分からんか、二人はそういう世界も味わったことない。お前らそんな味わったことない、ここのステージに癖してそれが良くないとか言うけど、お前ここに来てそれ言えんのかっていう話で、それは言いたいです。確かに、ね、はい、いいですか。じゃあ、めちゃくり期待しますね。任してよ、めちゃくり。そないだから、気になりますね。そない言うだから、任してよ。じゃあ、出ていきますよ。あ、こんにちは。はじめまして。こんにちは。ラファエルと申します。はじめまして。長期でですね。はい。こんなお昼の時間に、お昼の時間にも活動されるんですね。あ、はい。活動時間夜かなと思ったんですけど。はい。あ、すいません、奥座っちゃってごめんなさい。あ、全然。僕の都合で、ごめんなさい。いやー、緊張しますね。あ、こんな感じで会うな。あ、コート脱ぎます。あ、外雨降ってましたよね。晴れてまして。あ、晴れてました。あ、ごめんなさい。え、晴れてました？晴れてましたよ。あれ？おかしい、俺大阪の天気見てたかな。今日大阪雨なんですよ。ああ、そうなんですか。はい、だから関西出身なんで。ああ、大阪から今日来られてるんですか。あ、いえいえ、僕普段東京に住んでます。あ、そうなんですね。あ、ごめんなさいごめんなさい。今おいくつなんですか。俺今日プロフィールみたいに見たんですよ、SNS のやつ。あの年齢が本当の年齢なんですか。そうです。すみません、若いのにしっかりしてますね、本当に。あ、全然、ラファエルさんもご活躍で。ありがとうございます。拝見しております。え、本当ですか。はい、すごい稼がれてる感じがして。ありがとうございます。すごい成功されてるなって。いやいや、全然全然、そんな名前ってプロフィールからいいんですか。あ、はい、そうです。僕は外で普通にラファエルって言ってるんで。あ、ラファエルですね、本名なんですけど。あ、そうなんですか。はい、でもラファエルさん、今一番 YouTuber 界の中で一番成功されて稼いでる。いやいや、僕全然ですよ。はい、稼いでるのは事実ですね。そこだけやってましたね。はい、ですよね。はい、長々と喋ってましたけど、そこだけやってましたね。いや、もうすごいと思う。どうなんですかね、分かんないですけど。いやー、あんまり怖いこと聞いたらあれなのかもしれないんですけど、はいはい、年収とかってどれぐらい稼がれてる。年収聞きます。会って3分の男に年収聞きます。いやー、ガチラウンジじゃないですよね、ここ。ちょっと気になって。年収ですか。うん、はい、こういう活動してるので。はい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 、年収ちょっと聞けたら嬉しいなって。ああ、そうですよね。お伺いしたい。確かに確かに確かに、それがある意味ね、相手のプロフィール聞いてどのぐらい合うとか。そうですそうですよね。なるほど、年収か、ね、だいぶ年収引っ張りますね。年収だいぶ引っ張りますね。年収どうですかね。僕、まあ YouTube だけだとどうなんですかね。だいたい4とか5とか行くんですかね、わかんないですけど。5行かないかな。1000万ぐらいですか。いやいやいや、すごいですね。いやいやいや、奥の話ですね。え、奥ですか。奥、そっか。うそー、 YouTube だけだとそんなもんすかね。うそー、あれもなんかすごい。いや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 、本当に稼いでられてるんですか。いや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 、全然全然そんな。すごい。いやいや、全然ですよ、全然ですよ。いや、私の、はいはい、パパの中でも3位ぐらいに、はい、そうかそうか、もうなんか、あ、なんかそういう活動されてるっておっしゃってましたね。そうなんです。港活動されてるっておっしゃってましたね。はい。じゃあ、いわゆるそのパパがいらっしゃるんですね。え、それ何人ぐらい今いるんですか。いや、今、はい、そうですね、5人ぐらい。え、そんなにいるんだ。うん、5人の中で3番目っていう、なんかね、あんまり嬉しくないですね。そこ1番じゃないんですね、僕。5人で競技しても1番になれないんですよ。会社いくつかやってるんで、まあでも、わかんないですけど、想像ですけど、上はもっと上がいますよ。僕の勝手な想像ですけど、YouTube の。もう倍とかいます、全然。多分、3倍、4倍ぐらいついますよ。本当ですか。いや、わかんないですけど、僕の勝手な想像ですけど。なんか YouTube だけだと厳しいんで、まあ、僕はそういう、他にも隠し事やってるって感じですね。奥あったら全然厳しくないじゃないですか。いやいやいや、全然全然厳しい。
ち。ちょっと今日分けてくれって話ですもんね。はい、それ相続の話ですよね、今日確か。そんなことはしないですけど、パパの活動の件で気になったんですけど、はい、どういうふうな契約されるんですか、パパっていう、そのいわゆる港区契約って。人によるんですけど、まあ、5人というか、まあ、僕入れて6人なのか、1回で10万円とか15万円とかください。え、1回で会うのに。はい、すごっすごっ、もうお綺麗ですからね、本当に冗談で言って。何がおもろい、何がおもろい。え、ガチ一回だけで。え、何時間会うの。2、3時間ぐらいの方もいれば。え、3時間で。はい、何港区女子すごい。やだ。3日とか泊まりの時とか、その人によってバラバラです。あ、でも、うん、1回15だったら10なんですね。そうです、会社じゃなくて個人でやってるので、はいはい、私はその時々で場面、場面、はい、違います。うわ、今ハモった。ハマりましたね。すごい。それ一回会うのパターンと、あと何があるんですか。あとは月で50万ぐらいとかでいただける方も。マジ。はい。うわ。いや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 。マジ。全然すごくないですよ。何回あるんですか。パパさんの方がすごいから。はい、僕の方がすごいですよ。それ何回あるんですか。週に2回ぐらいで、月契約の港区のパパの方は週、うん、いや、そういうことか、うん、で、ね、月では6から8アウトですね。そうですね、ちょっとディスカウントされてますね、うん、じゃあそうですね、あとでも整理とかもあるので、その時は、まあ、まあ、なるほどなるほど。ご飯だけの方もいるし、はい、ちょっとそれ以上の関係の方もいるし。ですよね、それ以上の関係って話ですよね、それ。そうですね、それは、はい、もちもちタバスコかけます。あ、大丈夫です、ありがとうございます。なるほど、うん、すごいな、それ。で、基本なんで、じゃあパパとばっかり遊んでるんですか。そうですね、プライベートも。いやー、女友達とかはいるんですけど。友達と遊ぶのあるんですね。そうですね、でもその時も、うん、結構一緒にパパも行ったりするので。マジ。はい、だからほとんど私プライベートでもお金がかからない。お金かからないのは、そういう飲食代とか、うん、ちょっとした買い物とか。ガチ。そういうパパが5人いるんですもんね。そうなんですよ。すごいな、それ。そうなんだ。はい、家賃とかも払ってもらってるので。あ、ですよね、ほとんどお金かからないんですよ、日常生活で。インスタグラマーみたいですね。そうなんですか。インスタグラマーイコール僕港区女子だと思ってる。あ、そうなんですね、はい。だからすごいお金貯まります。貯金できてます、ね。本当に印象代なんか払わないですね。あんまり払ったことない、あんまりっていうか全然払ってないんですよ、最近は。すごっ、何それ。コンビニでちょっと買うときとかは渡しますぐらい、自分で。はい、小銭じゃん、それ。そうです、募金した方がいいよ、募金。井戸作った方がいいよ、井戸。井戸作った方がいいよ、今、うちの会社で。そうなんですか。もう、3機作ったんだよ。ロマエルさんは今、パパ活をやられてるんですか。何人ぐらい女の子。いや、僕いないんですよ、今。そうなんですか。僕いなくて、そうなんですよね。僕本当にだから、そういうやられてる方とこんな具体的な話するの初めてで。そうなんですね。よく勝手が分からなくて、だから逆に僕もなんかそういう話って興味あったんで、相場とかそういう曲今聞いたじゃないですか。分からなかったんですよ、本当に。あ、そうなんだ。僕全然モテるんで。あ、そうですよね。はい、モテるんで、相場しなくても全然。そっか、そこだけしなくても。そうですね、逆に僕も金もらう方ですね、大概。パパ活男子です、僕。ママ活男子。ママ活男子ですね。はい、僕、あれ流行してる僕です。あ、そうなんですか。はい、あれ僕なんですよ。はい、全然そんなことしなくても。さすがー。そうです、僕がやるってことは、やっぱり、すごい人に気に入られますよね。確かに、そういう素質なんですかね。港区男子ですね、だから僕。こんだけ綺麗かったんだ、もうそういうことなるわな。なるよ。顔可愛いだけの人だったら大概いますけど、スタイルもいいじゃないですか。なかなかいないですよ、そういう人。そうですかね。なかなか、ここまで揃ってる方はやっぱ使わないともったいないですね。
ありがとうございます。夜のお仕事とかやってるんですか？あ、昔はちょっとやってたことあるんですけど。今はやってないです。今はやってないです。そうですよね。今やらなくていいですよね。そうですね。え、じゃあ今月結果いくら稼いでるんですか？そのいわゆる港区活動で。固定の人もいるので。うん、そうか、そうですね。400前後。ガッチお前マジ今マジ言っちゃった。ごめんなさい。大丈夫です。忘れちゃった、うち。ガチそうなんですよ。井戸すげえ作れんじゃん。井戸作れますか？一気7万で作れるの。そうなんですか？ガチ波はありますけど、多少。国でも乗りこなすでしょ、そんな波だって。あなただから。東京のナンバーワンキャバ嬢とかそんなレベルですよ。ああ、そうなんですか？そのお店のね、東京のその店舗規模のね、東京のなんて。そうなんですか？大体ナンバーワンとか500くらいしてんじゃないですか。へえ、もっと稼いで一緒にそうですけどね。いや、すごいね。すごい。言っちゃいました。もう名前って言っちゃった。すごいな、今日本当いろんな話聞いた。いや、本当今日お会いできて嬉しかった。いや、全然、本当にこちらこそいろいろ聞いちゃってごめんなさい。毎月好きだったから。え、本当ですか？実際お会いしてみて、かっこよくて。いや、それよく言われます、それよく言われます。さらに好きになっちゃいそう。あ、本当ですか？なんで仮面取らないんだってよく言われます。本当にもったいない。そうですね、はい。イケメンだからって言いますね、それ。本当もったいないですよ、かっこいいのに。冗談です。次、いつお会いできますか？次ですか？僕いつでもいいですけどね。あ、本当ですか？僕結構もう今本当に半分リタイアしてるんで。リタイア？はい。動画で僕じゃないですよ、中身。はい。誰も気づかないですけどね。本当ですか？誰も気づかないんですよ。じゃあ次いつとか空いてます？7月の19とか。あ、私も大丈夫です、その日。そうですね、19の20時とか。あ、20時、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？じゃあそれでいきますか。はい、スケジュール入れておきますね。はい、お願いします。ちなみになんですけど、はい、その場その場で会う形、スポットスポットでにします、はい、それとも月決めみたいな。あ、なるほど。あ、月決めって、月決めか。月決めっていくらなんですか？普段はあんまりこういうこと言わないんですけど、ファエルさん、かっこいいから。いや、全然ですよ、本当に。一緒にいて、はい、恋愛対象にも見えるし、いや楽しそうだから。いや、全然ですよ、僕陰キャですよ、本当。はい、いじめられっ子なんですが。から、はい、一緒に買い物とか、ちょっと行ってくれたりとか、はい、ご馳走してくれたりとか、はい、たまに気分でお小遣いとかでいただけたら大丈夫なので、はい、え、マジですか？そんな感じですか？はい、遊んでほしいです、よかったら。逆に、はい、まあ、また会いたいし、港区男子ですからね。また会いたいし。へぇ、あるんですか、そういうの？大丈夫ですか、そういうので。あ、もうラファエルさんだから特別に。普段は本当言わないんですけど。マジですか？それでもよく言われるんですよね。いや、そうですか。そんな感じか。嬉しいな。でも今日いろんな話聞けた。それで生きていく感じなんですね。でもこれ変な話ですけど、すごい綺麗ですから、多分10年後も相当綺麗だと思うんですけど、いわゆる年になるまでにキャッシュを貯めとかないと、まあ、僕ら YouTuber、まあ、デッドアイドルと一緒で短期集中で貯めないとダメですよね。ね、まあ、変な話ですけど、まあ、年齢的にも例えばじゃあ30、40、50とかなってはできないじゃないですか、たぶん。そうですね。30だってできるかな。そうなんですか、もう授業と供給じゃないですか。私それまでに、はい、ラファエルさんみたいに、はい、恋愛対象になる人と出会って、はい、ちゃんと恋愛して結婚とかしたいですけど、ね。あ、一応結婚願望あるんですね。あ、多少あります。港区女子のくせして。ごめんなさい、崩れちゃった。滑っちゃうんですよ、口。なんてなんかダメなんですよ、そういうとこ。じゃあ、あるんですね。はい。じゃあ、そんな感じで、じゃあ次12ですね。お会計だけ呼んじゃいますね。あ、はい。はい。お会いできて、本当。いや、全然、僕その辺にいますよ。そうなんですか？みんなそうやって言ってくださるんですけど、僕その辺にいますよ、普通に。いやでも、いや、六本木のキャバクラとか普通にいますよ。本当ですか？全然、よくいますよ。でも
もう顔がわからないから聞くよね。あ、まあそうですね、顔出してないんで僕、うん、まだこれでも調子半分ぐらいですから、今日顔の調子半分ぐらいですから。あ、そうなんですか。そうですね、まあ港区女子なんでそのぐらいでいいかなと思って。ちょっと本気です、本気です、 120% 出し切っちゃいましたよ。あ、入ります。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、割ると24,145円なんで、これ割り切れないですね。点5銭なんで、どうしようかな、どうしよう。24,145円ですね。今はい、半分僕払うんで、24,145円なんで、点5円のこれで5銭どうしようかな。1円どっちだこれ、1円俺か、俺が誘ってるんで俺持ちっすねこれ。1,2,3,4、あ、大丈夫ですよ、俺ここ払います。5銭俺が多く持ちます。はい、最後1円で割り切れなかったんで。あ、ここって私も払う感じなんですか。あ、逆に、はい、その、普通に飯かなと思ったんで、今日割り勘かなと思って、はい、割り勘なんですよね、俺いつも。はい、なんで24,145円で、5000円は俺持ちます。一応男なんで、はい、私、そんなに食べ物とか、食べ物とか、そんな食べ飲んでないんですか。あ、そうですね、ほとんど俺食ってましたからね。はい、チキンに関してはもう9割俺食ってましたね。はい、割り勘なんですかね。あ、割り勘ですね。嘘。あ、そうですよね。そう、はい、割り勘ですね。あ、いつもどんな感じですか。あ、いつもは男性にご馳走していただいてます。ガチ、すげえ。ガチっすかそれ。はい、タバスコかけよう。いや、まあでも、はい、そうですね、払ってもらった方が、ね、はい、とりあえずまだ、その時、今日は何も始まってないというか、はい、そうですね、そのいわゆるその契約にもなってない、口頭の契約にもなってないんで、はい、まずは、そうですね、払って、半分、おいくら？だから24,145円で、俺だから5円、5銭多く持ちますよ、そこは逆に俺の方が多く食ってるんで。あ、すいません、細かいのがなくて。はい、いくらですか。3万円でも大丈夫ですか。いいです、ダメです、3万円でお釣り渡します。お釣り全部渡します。あ、お願いします。久しぶりにご飯のお会計しました。そう、それもいいですね、たまにはそういうの。普段お会計とかしたことないから。あ、そうなんですね。ガチ、たまにはね、払っといた方がいい場合もありますよ。あ、これが、お釣りの分ですね。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。では次19ですね。19は場面でそのご飯だけなのか、また話すのかっていう感じで、あ、いいですかね。あ、ごめんなさい、はい、19日ちょっと、はい、まだ予定が入るか入らないかわからない感じで、結構入りそうな感じガチなんですよね。パパ、まあ、ちょっといろいろとあって、そうなんですか。なるほど、じゃあそうですね、まあ1週間ぐらい前に連絡いただければ、っていうなんとか入って開けてきますよね。はい、はい、あ、じゃあそろそろ、はい、ありがとうございます。あのタクシー代とかっていただけたりしませんか。ガチ、タクシー代ですか。あ、はい、タクシー代ですか。え、タクシーで入っちゃう感じですか。一応なんか、はい、大体くださるので。あ、タクシー代、ガチ、俺ちょっとその分用意しなかったな、今日想定範囲外だ。うわ、ライト崩れしかない。タクシーで行きます。どこまで帰りますか。あ、埼玉の。埼玉までタクシー。はい、嘘、全然港区じゃないじゃん。住んでる
がたまにですよ。ガチ港区女子じゃないじゃん。あ、そうなんすか。はい、埼玉、あ、埼玉2万ぐらいはかかるかな。いや、タクシー代をちょっと用意しないですよ、ごめんなさい。あ、そうなんですね。ごめんなさい、すいません。あ、じゃあ、わかりました。はい、ごめんなさい、はい、コード言いますね。はい、あ、どうぞ。あ、大丈夫です、自分で来ます。あ、自分で来ます。あ、ごめんなさい。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、はい、ということで終わりました。 いかがでしたでしょうか、ということでね。どんな感じでした？正直企画的にちょっと弱いかな。弱いですか。めっちゃ普通。あ、めっちゃ普通だから、もう最後俺が水バーンかけられるとかってことないし、はいはいはい、冷静に考えたら、はい、その最後オープニング言ってたじゃないですか、はいはい、割り勘にしたことでブチ切れるってちょっと無理だな。あれがリアルやなっていうか。確かによっぽど割れないとね、無理っすね。そうなんですよ。で、まあやっぱり聞き出したらなんとなく単語を僕が入れると、はい、やっぱり、まあ、間違いなく、港区活動されてますね。あー、パワーカツ活動されてます。なるほどなるほど。されてまして、まあ次どうするみたいな感じなんですけど、まあ、結論から言うと、ワンチャン僕に対してお金とかじゃなくて普通に遊びましょうみたいな感じで来たんですよね。あー、最後僕割り勘の前に。なるほど。で、それは顔がどうとかタイプとかそういうことじゃなくて、はい、そういう風な言い方したんですけど、はい、こいつと最後落としていって、リタイアしようっていうような、結局は金なんですよ。まあ、金です。他のおじさん連中とは、はいはい、金は俺より持ってるかもしれんけど、はい、そこのと結婚してリタイアできないじゃないですか。あー、そういうことですね。まあ、この子これでも、まあ、タイプじゃないかどうかしないけど、はいはいはい、っていう、どこまで行ってもそれしか考えてないです。そっか。人生で一番大事な結婚もそれでしか見てなかったです。なるほどなるほどなるほど。で、なんかもう全然、うん、お金最後いらないですみたいなこと言ってきて、マジっすよ、マジっすよ、マジっすよ。まあ、一応取ると分かるけど持てるやんか。いや、取らんでいいっすよ。モザイクになる、めんどくさい。取るだけ、いや、うざい。めっちゃうざいっすよ、お前。見て分かる通りさ。イケメンじゃなかったらアンジェリカと友達になってへんやろ。考えてくれよ。いや、考えてくれよ。とりあえずサングラスつけてください、もう。そうですね。なんで、そうなんですけど。言うて若いしな、原川さんまだ。まあまあまあね。まあ、見た目が若いですもんね。えげつないぐらい。なんでね、整形してるからや。整形してるからや。やめてやめてやめて。それがあるんで、最後来たんですけど、ほんまにタイプで好きなんですやったら、そんなことも隠すし、もうやめようと思ってるんですけど、そんなんじゃない、もう全然。あくまでもやっぱりお金、こいつから最後も資産取ったのみたいな。なるほどなるほどなるほど。結婚詐欺のレベルですね、あくまで行くと。すごい、みんなでこれ、人生で一番大事なものですら、お金を中心に、お金が前提で相手を決めるんだなっていう。まあまあまあね。お金ってすごいなっていう思いましたね、僕は。お金持ってるってだけで、こんなにそういう女性の態度と変わるんだという。あ、まあお金持っててね、言うたら若い方に入りますから、そのお金が資産額で言うと、うん、確かに確かに。いやー、よかった。でも最後はやっぱりイラッとしましたね。次遊ぶ約束、まあ視聴者も見てたんで分かると思うんですけど、はい、遊ぶ約束してんやん、これ。はいはいはい。その日やっぱりあかんって言うと、へぇー、ほんまに1円台で割り勘しちゃって、で、最後1円やって、最後1円やったから5000俺が多く払いますっつって、割り切られへんってずっと言って、2万4しかも高いんで、こってんここ2万4000ぐらい。ああ、そうそうそう、まあまあ、で、はい、2万4000で割り返ん2人で、それ最後それで納得せえへんから、家帰りたいですっつってタクシー代くださいって言ってきて、お、言ってきようなこいつね、はい、もうすごいイライラしてんの向こうめっちゃイラついてんねん、はいはい、家どこなんやねん、じゃあ港区女子やんか、はい、埼玉言うねん、全然お前港区ちゃうやんって、全然ちゃうやんって巻き上げろしますね、巻き上げろします、なんとかもうゼロまで持っていこうって、イーサンとかやるやつミスした時に、なんとか俺被害俺じゃないよってやるやつ、イーサンがいつもなんとかゼロまで戻る、もうええよみたいな、振り切っとるねみたいな、絶対アウトやねそれっていう、なんとかアウトじゃないよってことするやつ、なるほどなるほど、めっちゃこう出るサッカーの選手と審判みたいな感じイーサンよくやるやつ、それ港区女子もやってましたそれ埼玉女子が。なるほど。それやってきて、まあ、はい、いや、そんなんそんなんって、いや、で、俺もちょっと、うん、いや、僕、逆に港区男子なんで、逆に僕が欲しいぐらいなんで、みたいなトークをちょっと入れながら、こいつ何言ってんねん、こいつ客にならんな、みたいな。あ、食いもならんな、食わへんな、こいつと思って、はいはいはい、もうええわ、みたいになって、最後も、まあ、私も、来週、予定来る2週間も、会えないです、みたいな。はい、怒って帰りましたね。で、あれですね、パパ活女子とか、なんか、うまいんでしょうね、なんかそういうの、駆け引きというか。うまいなんか怒るとかじゃなくて、まあ結果怒らんかったね、はい、でも
ゾッとしたわ、俺ほんまに。逆に俺やったらタダで会いますって言われたらゾッとした。あーと思った。まあお金って魅力の一つじゃないですか。そうですね。これってお金だけで人をね好きになるなられてても、うん、じゃあ逆にそれを嫌っていう男いるでしょ。お金持ってる男いるでしょ。でも逆にじゃあ女性側はお前じゃああの子がこの容姿じゃなかったら一緒っすね、言ってたかって話じゃん。はいはいはい、それ顔だけで言ってるのに一緒でしょ。そうですね。大事に見えるし、うん、大事に金持ち分かれもらはやったって、うんうん、持ってますから。キラキラキラーンってこう入れて、アンジェリカさん登場したけど、キラキラキラーンとかのオーブ入れて、オーブ入れて、お前なあそこで編集でオーブないぞお前。オーブやあんな編集、キラキラせえよあんな編集。昨日おめでとう思ったアンジェリカさんの動画。オーブ確かにオーブでしたよ。あれオーブやな。悪いやつ。キラキラじゃん。それ入れて、はい、いやなんですけど、だから僕はね、お金を魅力で、そこも含めて彼のことを好きっていうのは俺全然悪いと思わないですよ。確かに。その発想は悪いと思うんです。それをブスやったらいかないですから。まあ、それで一緒ですよね。そう、いやほんまにそれ、それも含めてその人の魅力の一つですから。パーセンテージどのぐらいか分かんないですけど、はい、そう思った。そこは別にね、そこは別にいいという前提ですけど、明らかにもなんていうかな、気持ちがエグかったというか、気持ちはもうゼロでいいんだぐらいの感じでした。しかも、はいはいはい、彼女の感じだと、はい、分かんない、これ偏見ですけど、その後も絶対に自分はその不倫とか、はい、浮気ですか、結婚したとか、はいはいはい、を多分やりますよ彼女は。ああそういうタイプ。そういうタイプでした。そういうタイプで、お金がなくなった瞬間に離婚とか簡単に言うようなタイプ。ああそれもう 100% それがもう 90% 占めてるような。確かにな。そう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 なるんですね。そこまでいくとさすがにちょっと引く。ちょっとね、確かに。いやーということでね、久しぶりに闇というか、まあよくあることですが、港区の実態に迫りましたけど、はい、こんな感じいいんじゃないですか。でも世直し企画みたいな、これからそういうの。俺めっちゃ嫌われるやん。俺めっちゃ嫌われるやん、君らとこの女子に。いや、いいじゃないですか、別に。もうこの動画一本でも相当嫌われるで、俺。ああ。君らとこの女子に。大丈夫っす、大丈夫っす。僕はその代わり、カンボジアに移動作るんで。俺もめっちゃ言ったって、カンボジアに移動作れますよ、みたいな。400稼いでんだ、月。えげつないわ。それでもパパがすんねや。まあ、下手な YouTuber で稼いでやってるよ。もう、まっすね。いや、だからもう5人ぐらいおるんですって、パパ。ああ。俺って、俺よりまだ金持ちおるんだと。はあ。まあ、おっさんやったらそりゃそうやろな。まあここら辺もう東京のね、もう一等地ですもんね、うん、まあ、あんだけキレかったらそうやで。あー確かに。あんな美人やもん、うん、超えへんやったよな。超えへんやったよな。美人や、顔めちゃめちゃ美人やもん。そうなんすよ。体もスタイルもすごかったやん。まあ、また見てもらえれば分かると思うんですけど。はいはいはい。もういいですか、僕もちょっと今からパパ活があるんで。ママ活があるんで今から。ちょっともういいですか。そうですか、失礼します。どうしたんですか。どうしたんですか、ないから。前さ、もう、はい、運転手日雇いの子雇ってるでしょ、はいはい、もうええから。ぶち切れてます。うわっ、あがい、あ、ロールスイッチまたかと思われると思うんですけど、はい、事故りました。ここです。いやいやいやって思うじゃないですか。聞いて、いや、口聞いて。まあね、こっそり気づいてるぞ。ほんまにえげつないんですよね、マジで。はい、ベッツあるし、ね、まあいいんですけど、まあまあ、収益がえぐいということで、はい、まあまあまあ、いいんですよ、もともとその、いわゆる中古みたいな感じでね、ちょっと買っただけですから。うおー、そっかそっか、そういうことか。これですよ。ナイスロ、かっこいいですね。何千万金使ってるのか。えらいもんでね。頭おかしいんか、お前。確かに。車買ってやな、家勝手に契約してやな。お前頭おかしいんか。